えー、皆さん、こんにちは。神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、えー、4月25日、えー、JAXA や政府の皆さんへ、えー、ご相談なんですけども、あのー、衛星を、あのー、車の自動運転等で、えー、打ち上げるという、えー、その発想はやめてください。必要ないんです。日本国内のことだけでを考えると。発信力と受信力の違いで各 えー、料金所等に、えー、受信装置と発信装置を置けば済む話なんです。で、国土交通省の、えー、関係の建物とかの上に、巨大なパラパラアンテナとかがあるように、アンテナ同士をつなげればいいんです。なぜ衛星が必要かというと、地球は球体だから、地球の反対側、つまり裏側ですね、そういったところまでと、えー、電波をつなげようと思ったら、海底地下ケーブルを使うか、まあ、 えーまあ裏側とまではいかないですけど例えばアメリカだったとしたら地球はだいぶ球体ですからそ,れそこまでの距離になるとだから角度がつかないからね角度的に地面にしか扇状に電波を飛ばしても当たらないだから衛星に電波を当ててそれを地上にはね返して送ってるだけの話なんですでもうテレビの放送とかが入ってくるだけでいいんです日本国内のことであれば 各料金所とかに先ほども言いました通り、もしくは、えー、他のビルでもいいです、えー。丈夫に作ってるビルとかで、えー、50年ぐらいは、えー、解体はしないだろうなっていうようなところに長年使えるから、そういうふうなところにアンテナ置けばいいだけの話、そこを結んでいけばいいだけの話なんです。たったそれだけの話なんです。石油の残存量問題が2022年 年のインターネットのデータでは、えー、53.5年分しか地球の埋蔵量ありませんこれはもう、えー、GDP123 の、えー、日本アメリカ中国で2025年にガソリン車の販売禁止しましょうで、えー、もうこれ持つわけがないもう目に見えましたで今日本の中古車市場がすでにあふれ返ってるんです ね、2025年に、えー、電気自動車だけにしてで、えー、もちろん補助金はなし、一般の、ね、販売の車はで、えーまあ。みんなできるだけ電車、バス乗りましょう。これを、えー、放送をたくさんすると、思いっきり、もう何回でも,もう毎週のように。 で、えー、できるだけ車、車を買わない生活、もともと車買わなくて生活なのが C レベルの人たちはほとんどの人ができるんです。例えば神戸市だったら人口が、まあ140何万人かなんですけども、えー、まあ大体それぐらいなんですけども、まあ、車がどうしても必要なエリアの人って、神戸市北区の、えー、大御町って、 山田町の奥の方とか、まあ、あとは神戸市西区の、まあ、山の中の方ぐらいの方まあけど神戸市西区も正直ねもうほとんどのところバスも走ってますからいらないっちゃいらないんですよねもうみんな本当はほとんどの人は電車バスで通勤通学できるんですよね だからそこのところを世の中多くの人が間違えてしまったっていうのは、これはもう現実ですね。というわけで、JAXA、えーえーまあ、による打ち上げ、もう衛星の打ち上げなんかもう国連で年に1回ぐらいでいいんです。もうそれぐらいでいいんですって、もうそれで十分です。 さっきも話し,しましたアメリカ国内の車の運転の自動化だったら、アメリカ国内でできますから。ね、建物同士、ね、アンテナをつなぎ合わせたらいいんだから。 受信力と発信力、そのセットを交換すれば多くの情報量を送れたりするんです。だったらそれだけのことです。どこの国も大体同じです。まあ、ロシアぐらいはちょっと違います。あそこまで国土面積が広い、広いと、モスクワとサハリンだったら、ごめんなさい、つま飛んで。あの、モスクワとサハリン、あそこまで距離があると、だいぶ、まあ、地球は球体のね、面になってますから、ええー、まあ、 さすがに衛星は必要かと思います。だから、ソ連が、あの、いの一番に、ね、あのー、月目指したりだとか、そういう風になったんです。その辺のところよくわかんない人たちが、昔テレビに出て、ね、開発競争だのなんだのっていうことを言い始めて、ね、みんなおかしくなっちゃったんです。変になっちゃったんです。ね、ラリってるラリってるっていうことは、ラリギなんです。ね。 言葉を少し略しただけで、もうみんな意味がわかんなくなるでしょ競争のことです。ラリーという意味は。競争しすぎるとみんな失敗するんです。ラリってる、ラリってるっていうのはそういう意味です。それで僕は二十歳ぐらいの頃の1997年ぐらいにテレビの放送で、ラリパッパ、ラリパッパ、ファンヒーターっていうようなね、あのー、 社会に出たらみんなどうしても競争させられるでしょ。そういうね、あの社会に出て踏ん張ってるお父さんとかね、そういう人たちのために、まあ冬の寒い時ぐらい。 石油ストーブで温まるぐらいっていう、もうそ、れそれぐらいもう、もっと大昔、第二次世界戦争の頃から、もう、石油の残存量問題とずっと人類向き合ってるんです。もう、いっぱいいっぱい、もう、限界まで来てますから、もう、目に見えてます。もうま日本アメリカ中国はもうあの電気自動車が 行きましょう。2025年でもうガソリン車販売停止にあの早急にもう公表しましょう、遅れれば遅れるほどこれ、大変なことになりますから、もうガソリン車、もうあふれ返ってますから、日本でも、もうどこの国でもどうせそうになりますってで、中国でも電気自動車があふれ返ったの、知ってます、もっとあの最新の答えにたどり着いてるって、電車バスを使ったらいいと、その最速の答えが出てたんですよ、中国でもっとずいぶん前に、先に行かれてたんですよ。 それでいいんです。それで間違ってないんです。それで皆さん、えー、物事をしっかりと進めましょう。皆さん、ご協力の方よろしくお願いします。ね、電線を伝ってとかね、えー、電線のない電車とかありますから、あれほど効率のいいものはありません。どうせ走ってるんだからみんな乗らなきゃっていうことですよ。どちらにしても走らせるんだから、そういうことです。